こちらは夜になってもホテルにたどり着けず、広大なディズニーワールドをさまよい続けるバカルディ。お、ちょっとなんか明かり出てきましたよ。出てきましたね。なんか曲もかかっちゃったりなんかして。お、ちょっと街じゃないですかこれ。なんか綺麗じゃないですかあなた。これはホテルある雰囲気でしょ。 ありましたよ。え、あそこほらあったじゃないですか、ホテル書いてありますよ。ハリウッドタワーホテル。ちょっと古風な雰囲気あるいいじゃないの。あそこちょっと行きましょう、行きましょう。行きますか。もう、ああ、ちょっと安いかもしれないですね。着いたとほっとしたのもつかの間。エンジョイ。怪しげな雰囲気、彼らを待ち受ける過酷な運命とは。おい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 、やっとのことホテルにたどり着いたバカルディ。でもそこはただのホテルじゃなさそう。間違いなく老婆が奥でこの包丁研いでる感じの感じですよね。あ、洋館。ルル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 。怖くねえよ。なんて強がり言ってるけど、バカルディ三村くん内心ビクビク。ルルルルルルル。なんなんだよそれ。お。でいよいよフロントロビーへ。こんにちは。グイビー。Ah, gentlemen, welcome to the Hollywood Tower Hotel. Right this way, please. 脅かすの映画。見てるよ。May we take your luggage, sir? え、カバン。ああ。はい。すみません。お願いします。大丈夫。それでこの彼女は意外と普通なんだよね。Goodbye。Goodbye って。お別れされちゃったよ。,笑ってるよ。こっちだよ。Well, gentlemen, checking in today. Yes. Yes. Very well. We have a lovely room on the 13th floor for you today.Enjoy your stay. おい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 、早い早い、なんで逃げんだよ。ちゃもう汗かいてんだよ俺。なんだよカチャとか。ちょ、いるってさっきのやつ。おお、また笑ってるよ。また見てるよ。おい、コメディアン。少しコメディアンだね。ちょっとね。お、びっくりした。 Do join me in our library if you please. OK. はい、Thank you. Right this way. 何、行き止まりだよ。この部屋とか入りたくねえな俺。脅かしなしね、脅かしなし。おいおい、なんか大丈夫かおい。 Hollywood 1939誰か助けてよ。ああ、もうダメだ、わけわかんねえ、わけわかんねえ。これ絶対ホテルじゃないからね。今さら気がついてももう遅いそう。ここは泣く子も黙る恐怖の館。はい、有無を言わさず先へ先へと急かされる二人。いやー、何なの。いやマジでビビるバカルディ。一体この先何が起きるのか。大丈夫か、大丈夫か。音盛り上がってきてるぞ音が。おい、もう最悪、これもう歩きってのは嫌なんだよお前。攻撃パターンがあるからな。なんだなんだよ、心臓が。うるせえよ、心臓がやばい、やばい。へえ、入って。おい、くれ。おい、なんだよ、なんだ、なんだ。おい、ビビったー。へえ、だの技術的なことでびっくりじゃん。そしてついに謎のエレベーターへ。もう後には戻れない。おい、どういうことだよおい。椅子あんぞ椅子。何か始まるんだねこれ。間違いなく、間違いなく、間違いなくここはホテルじゃないの。うん、間違いなく怖がらせか。おい、びっくりした。大丈夫かおい。もうすっごい嫌だ、心臓急に。やばい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 。
とその時エレベーターが急上昇、高所恐怖症のメガネの大竹君、冷や汗たらーり。フリーホールみたいな。エレベーターは一旦ストップ。扉が開くと、そこには突如として現れた5人のゴースト。彼らはかつてこのホテルを襲った稲妻と共に消えたゲストたち。このハリウッドタワーホテルは、あのトワイライトゾーンの名場面に紛れ込むという恐怖のアトラクション。さあ、お楽しみはこれから。緊張感が高まる中、彼らを迎える過酷な試練、仕打ちとは。特に高所恐怖症メガネの大竹君、何やら予期するものがあるのか、心臓ドキドキのバクバクーと。その時、うわ、やべやべやばいって。する間もなく、エレベーターはあるはずのない13階まで一気に急上昇。そこは地上48メートル。夜景も綺麗だが、しかし、そしてまたもや急上昇。アップ&ダウンの連続攻撃、もうたまりません。大竹君はほとんど失神状態。死んじゃったよ。これはもうダメです。一番嫌いな、ふわふわ何回なりやんだ。もう体伸び上がっちゃったからね。もう足筋肉痛だよ。足が足震えさ、ね、足が筋肉痛だ。いや俺これ気に入っちゃったな、このホテル。あのね、怖すぎてね、屁がずっと出ちゃった。屁がずーっと出ちゃった。臭いね。やめろよ、お前。